ロバート・バーンズ・ウッドワード、ロバート・バーンズ・ウッドワード、ロバート・バーンズ・ウッドワード、1917年4月10日から1979年7月8日は、アメリカ合衆国の有機科学者、20世紀最大の有機科学者と評価されている。マサチューセッツ州ボストンのアーサー・ウッドワード、イングランド系移民とマーガレット、旧姓、バーンズ。 スコットランドグラス号出身の間に生まれた。早くから科学に関心を持ち、1933年にマサチューセッツ工科大学に入学したが、勉強不足で翌年は方向処分となった。しかし1935年に再度入学を認められ、1936年学士号を取得、さらに翌年には博士号を授与された。その後主にハーバード大学で研究を行った。 1942年からキニーネの全合成に取り組み始め、1944年にウィリアム・デイリングと共に完成させた。この際に用いた余分な缶を作ることにより、立体化学を制御するという手法は、以降天然物全合成における標準的手法となった。天然物の,の合成研究、構成物質やキニーネ、コレステロール、コルチゾン、ストリキニーネ、 ディゼルグ酸、デセルピン、クロロフィル、コルヒチン、ビタミン B の全合成により、1965年にノーベル科学賞を授与された。また同年、ロワルド・ホフマンと共に、有機化学反応の立体選択性を予測する、法則、ウッドワード・ホフマン則を導いた。ウッドワードは、合成科学の経験に基づく彼の着想を、分子軌道の対称性に基づいて定式化した。 彼はホフマンにその考えを確認するための理論計算を依頼し、ホフマンは彼の考案した拡張ヒュッケル法で計算を行った。ホフマンはこの業績により1981年ノーベル化学賞を受賞したが、ウッドワードはすでに死去していたので再受賞はできなかった。ハーバード大学と共に1963年スイスバーゼルに設立された、 ウッドワード研究所の所長を務めた。また MIT 及びイワイツマン研究所、イスラエルの評議員でもあった。ウッドワードはさらに有機合成化学の研究を続け、1971年にビタミン B の合成法を発展させた。マサチューセッツ州ケンブリッジで死去した時は、合成物質リスロマイシン合成の研究中である。この研究は、 彼のチームにより1981年に完成された。ロバートは、マサチューセッツ州ボストンのアーサー・ウッドワード、イングランド系移民、マサチューセッツ州、ロックスベリーの薬剤師、ハーロー・エリオット・ウッドワードの息子とマーガット、旧姓、バーンズ、スコットランド・グラス号出身の間に生まれた。ロバートが1歳の時、父は1918年のスペイン風邪の大流行で死去した。 非常に幼い頃からウッドワードは科学に関心を持ち、マサチューセッツ州クインシーの公立小学校及び中等学校に通うま、個人的に科学の勉強に励んだ。高校に入学する頃には、当時広く使われたの実験有機科学の教科書のほとんどの実験を何とか行うことができるようになっていた。1928年にウッドワードはボストンにある。 ドイツ大使館の総領事に連絡を取り、彼を通してドイツの学術雑誌で発表されたいくつかの現著論文のコピーを何とか入手した。後にウッドワードはアーサー・シー・コープ賞に偶然であった時、どれだけ心を捉えられたかについて述べている。彼のキャリアを通して、ウッドワードはこの反応について理論的並びに実験的手法の両面から繰り返しそして強力に検した。 1933年、マサチューセッツ工科大学に入学したが、勉強不足で翌年は方向処分となった。しかし1935年に再度入学を認められ、1936年学士号を取得、さらにすぐ翌年、1937年には博士号を授与された。この時彼のクラスメートはまだ学部生であった。ウッドワードの博士論文研究は、 女性ホルモンエストロンの合成に関連た研究を含んでいる。MIT では大学院生には指導教員がおり、ウッドワードの指導教員はエイブリー・ A ・アシュダウンだった。しかしながら実際にウッドワードが何かアシュダウンから助言を受けたかは定かはない。イリノイ大学に博士研究員として短期間在籍した後、1937年に ハーバード大学のエルメル・ピー・コラーのウッドワードは1937年から1938年までのハーバード大学の特別研究員の資格を得て、その後一生様々な立場でハーバード大学に残った。1960年代にウッドワードはダナー・プロフェッサー・オブ・サイエンスの称号を得た。これによって正規教育課程での授業から解消されすべての 時間研究に打ち込むことができるようになった。1940年代のウッドワードの最初の大きな業績は天然物の,の構造決定における紫外分工法の応用に関する一連の論文である。同時にウッドワードは多量の実験データを収集し、後にウッドワード速と呼ばれる一連の法則を考え出した。 この法則は新規天然物質や非天然の合成分子の構造を探るのに応用することができる。新たに開発された機器分析技術の目的にかなった利用はキャリアを通じたウッドワードの特徴であり、これらの機器分析技術はそれまで使われていた非常に退屈で長い科学的な構造決定法から根本的な変化をもたらした。1944年、 彼のポスドク研究者であったウィリアム・デイリングと共にウッドワードはマラリアの治療に用いられるアルカロイドであるキニーネの合成を発表した。この合成は日本占領下の東南アジアから入手困難な医薬化合物の調達におけるブレークスルーであると宣伝されたが実際は実用的なスケールに適用するには長く面倒すぎる合成法だった。にもかかわらずこの合成は 科学合成における画期的な出来事であった。この合成におけるウッドワードの際だった洞察力は、ドイツ人科学者、ポール・ラベが1905年にキノトキシンと呼ばれる、キニネの戦具体をキニーネに変換していることに気がついたことだった。従って、キノトキシン、実際にウッドワードが合成したを合成すれば、キニーネにたどり着くことができる。 ウッドワードがこの業績を達成したとき、有機合成はまだ大部分は試行錯誤のものであり、誰もこのような複雑な構造実際に組み立てることができるとは考えていなかった。ウッドワードは有機化学を合理的な科学にすることができること、そして合成が反応性及び構造についての確立した原理によって力を得られることを示した。この合成は 彼が取り組んだ一連のことのほか複雑でエレガントな合成の最初の合成である。1930年代を頂点として、イギリスの科学者、クリストファー・ケルク・インゴルドとロバート・ロビンソンは、有機反応の反応機構について研究を行い、有機分子の反応性を予測することが可能な、競測にたどり着いた。ウッドワードはそれらのアイデアを合成の骨組みに用いた。 おそらく最初の有機合成科学者である。ウッドワードの手法は、後に続く多くの医学的に重要かつ構造的に複雑な天然物合成した合成科学者の仕事への刺激となった。1940年代後半の間、ウッドワードは、キニーネ、コレステロール、コルチゾン、ストリキニーネ、リゼルグ酸、デセルピン、クロロフィル、セファロスポリン、 コルヒチンなど多くの複雑な天然物を合成した。これらによって、ウッドワードは、物理有機化学の法則を注意深く応用し、最新の計画を立てることにより、天然物を合成することができることを示し、ウッドワードの時代とも呼ばれることのある、合成の新時代の扉を開いた。ウッドワードによる合成の多くは、彼の仲間たちから驚異的であると称えられた。 彼が合成するまで、それらの天然物の,の実験室で実際に作り上げることは不可能であろうと考えられていた。ウッドワードの合成はまた芸術的な要素を有していると表現され、その後の合成科学者は利便性とともに常に美しさを合成の中に追い求めている。彼の仕事はまた、当時新たに開発された赤外文工法や、後には 核磁気共鳴文工法の技術の徹底的な使用を含んでいる。ウッドワードの合成におけるもう一つの重要な特徴は立体科学や三次元空間における分子の特定の配置に対する注目である。医学的に重要なほとんどの天然物、医薬品はそれが特定の立体科学を持つときにのみ効果を示す。これによって特定の立体科学を有する化合物を作り出す。 立体特異的合成に対する要求が生まれた。今日では、典型的な合成経路は、立体特異的合成をごく普通に含むが、ウッドワードは、立体特異的な反応が緻密かつ合理的な、計画によって実行できることを示したパイオニアである。彼の合成の多くは化合物中に構造を固定する、要素を導入する項によって、 特定の肺を分子に取らせる戦略を含んでおり、今日の標準的な戦略となっている。この点において、特にウッドワードによるレセルピンとストリキニーネの合成は大きな進歩である。第二次世界大戦の間、ウッドワードは軍事生産委員会によって研究された。ウッドワードは最初、ペリアのペニシリングループによる間違った三感性、構造、 チアゾリジンが縮み関心網の加強したオキサジノンを支持していた。後に、ウッドワードは、ベータ・ラクタム構造を認めた。このチアゾリジをオキサゾロン構造と異なっている構造は、ロバート・ロビンソンによって提唱された。ロビンソンは、彼の世代の勇気科学者を牽引していった。最終的に、ベータ・ラクタム構造は、1945年に、ドロシーホージキンによって、 X 線解説法を利用して正しいことが明らかにされた。ウッドワードはまた、赤外分光法と化学分解の技術を複雑な分子の構造決定に応用した。それらの構造決定の中でも特筆すべきなのが、サントンサン、ストリキニーネ、マグナマイシン、テトラサイクリンの構造決定である。テトラサイクリンに関して、ウッドワードの同僚とノーベル賞受賞者でレック。 バートンは次にように述べている。構造決定のパズルにおいて、これまで行われた中で最も輝かしい解析は、疑いなく、テラマイシン、テトラサイクリン問題の解決、1953年、である。この問題には、大きな産業的重要性があったため、多くの優れた科学者が、構造決定のために膨大な量の研究を、行っていた。 この問題を解決するのに過剰なデータがあると思えた。なぜなら、かなりの数の実験結果が、実験的に正しいにもかかわらず、非常に誤解を与えるものであったためである。ウッドワードは、大きなボール紙を取りそれに、すべての実験事実を書き、思考のみによって、テラマイシンの正しい構造を推定した。当時、他の誰もそれは、不可能であった。 それらの一つ一つの場合において、ウッドワードは、科学的直感によって融合された合理的な事実と、科学的な原則が、いかに課題を達成するために用いることができるかを、再び示した。1950年代前半、ウッドワードは、後に、ハーバードに来ることになるイギリスの科学者、ジェフリー・ウィルキンソンと共に、有機分子と鉄によって構成された。 化合物であるフェロセンの新しい構造を仮定した。これによって工業的に非常に重要な分野へと成長する勇気、金属化学分野の始まりが記された。この業績によってウィルキンソンはエルンスト・フィッシャーと共に1963年のノール科学賞を受賞している。ある歴史家たちはウッドワードがこの業績によってウィルキンソンと共にノーベル賞を受賞すべきであると考えている。 珍しいことに、ウッドワード自身もそう考えており、ノーベル委員会に手紙で彼の考えを表明している。ウッドワードは、有機合成法への貢献によって1965年のノーベル科学賞を受賞した。受賞講演で、ウッドワードは、抗成物質セファロスポリンの全合成について述べ、ノーベル賞のセレモニーまでに合成が完了するように、 合成スケジュールを無理に進めたのだとした。1960年代前半、ウッドワートはこれまでに合成された中で最も複雑な天然物マイナスビタミン B の全合成に着手した。彼の同僚であったチューリッヒのアルバートエッシェンモーザーとの見事が、協力よりほぼ100名の学生と博士研究員からなるチームがこの分子の合成を長年研究した。 この仕事は最終的に1973年に発表され、有機化学の歴史において画期的な出来事の一つとなっている。ビタミン B の合成はほぼ100段階からなり、ウッドワードの仕事において常に特徴的であった綿密な計画と分析を含んでいる。この仕事は他の何よりも十分な時間と計画があればどんな複雑な物質の合成も可能である。 有機化学者たちに確信させた。しかしながら、2011年現在、ビタミン B の全合成はこれ以後報告されていない。同年に、ウッドワードがビタミン B 合成の間に得た初見から、ウッドワードとロアルド・ホフマンは、有機化学反応の生成物の立体科学を予測する、現在ウッドワード・ホフマン則と呼ばれる理論発見した。ウッドワードは、 彼の有機合成科学者としての経験に基づいて分子軌道の対称性に基づく彼の着想を定式化した。ウッドワードはホフマンに彼の考えを検証するための理論的計算を意思。ホフマンは彼の考案した拡張ヒュッケル法で計算を行った。このウッドワード・ホフマン則による予測は多くの実験によって実証された。ホフマンは異なるアプローチで 同様の業績を挙げた日本人科学者、福井健一と共に1981年のノーベル科学賞を受賞した。存命であれば、ウッドワードも間違いなく二つ目のノーベル賞を得ただろう。最近、雑誌ネイチャーに、ウッドワード・ホフマン則を力学的応力によって打ち破る例が報告されている。ハーバード大学にいる間、ウッドワードは、 スイスバーゼルに1963年に設立されたウッドワード研究所の所長を務めた。また、彼の母校である MIT の評議員を1966年から1971年までた。他、イスラエルのワイツマン研究所の評議員を務めた。ウッドワードは、就寝中、心臓発作により、マサチューセッツ州ケンブリッジで死去した。当時、彼は、 抗成物質エリスロマイシンの合成を行っていた。彼の学生の一人は彼に次のように述べている。私は R.B. ウッドワードから多大な恩恵を受けた。彼は結果についての明白なアイデアによってではなく、知性と努力がそれらを解決するという自信によって困難な問題に挑むことができることを私に示した。彼は現代有機化学の美を詳細で 注意深い論理的思考の分野との関連を私に示した。彼は専門化する必要がないことを私に示した。ウッドワードは合成戦略、難しい構造の推定、新たな科学の発明、理論的な側面について多大な貢献をした。彼は彼の生徒に我々の科学に完全に没頭することによって満足が得られるのだと模範を示して教えた。 このような素晴らしい科学者との交流の記憶を私は宝として大切にする。1938年にウッドワードはナーヤ・プルバンと結婚したナーヤとの間には二人の娘がいる。1946年ポラロイド社で出会った画家で技術者であると結婚した。この結婚は1979年のウッドワードの島で続き、 娘一人と息子一人を授かった。生涯にわたるウッドワードの筆頭著者、共著者としての論文は約200法あり、そのうち85法がフルペーパー、残りはコミュニケーション、講演記録、創設などである。彼の科学活動の速度はすべての実験の詳細を発表する許容量をすぐに上回り、彼が携わった多くの仕事は、 彼の死後数年まで発表されなかった。ウッドワードは、200名以上の有能な博士院生と、博士研究員を鍛え、彼らの多くが後に際立ったキャリアを送った。著名な彼の生徒としては、ロバート・ M ・ウィリアムズ、コロラド州立大学、ハリー・ワサーマン、エル大学、岸義人、ハーバード大学、スチュアート・シュライバー、ハーバード大学、ウィリアム・ラウッシュ、スクリプス研究所。 スティーブン・ベイナー、フロリダ、大学、ユーシアレイ、ケンダール、ハウク、ユーシアレイ、ポルフィリン科学者ケビン・エム・スミスがいる。ウッドワードは、百科事典的な科学の知識と、並外れた、詳細な記憶力を持っていた。彼の講演は、伝説的であり、しばしば3から4時間続いた。彼の最も長い講演時間はによって、時間の単ウッドワードウッドワードと定義され、 それ以後の彼の講演の所要時間は数百ミリウッドワードとして考えられた。公演の多くで彼はスライドの使用を控え複数色のチョークを使用して美しい構造を描いた。その結果、ウッドワードの講演で良いノートを取るのは常に簡単だった。通常、公演を開始するにあたってウッドワードは到着するとカウンター上に大きな二つの白いハンカチーフを 配置した。一方の上には4色か5色の新品のチョークが一列に整然と並べられた。もう一方のハンカチーフ上には同様に素晴らしいハマキが一列に並べられた。ハマキは次のハマキに火をつけるのに用いられた。ハーバードでの彼の有名な木曜日セミナーはしばしば夜まで続いた。ウッドワードは青に執着し、彼のすべてのスーツ、車、 駐車スペースまで青色だった。彼の研究室の一つでは、学生らが彼らの師匠の大きな白黒写真を天井から吊り下げていたが、それには大きな青いネクタイが付け加えられていた。その写真は、研究室でのぼや騒ぎで焼け焦げてしまうまでは、何年か、1970年代前半まで吊り下げられていた。ウッドワードは、運動を嫌悪し、毎晩数時間の睡眠で大丈夫で、 ヘビースモーカーであり、スコッチウイスキーや1、2杯のマティーニを楽しんだ。彼の業績に対して、ウッドワードは、数多くの賞、賞号、名誉博士号を得た。これらは、米国科学アカデミー、1953年や、王立協会、1956年をはじめとする、世界中の科学アカデミーの会員への出を含む。彼はまた、ポラロイド、ファイザー、 メルクなど多くの企業のコンサルタントを務めた。また1970年には日本から君に当局日、茂光明を受訓している。受賞歴、ウッドワードは、医科大学からの名誉博士号を含む20を超す名誉学用授与されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。